ジャラール、タラバーニー、クルド語、ソラニー、チェルルタラバニー、アラビア語、ジャラルトラバニー、1933年11月12日から2017年10月3日は、イラクのクルド人政党のクルド愛国同盟議長、2005年に、イラク共和国大統領に就任。活発な政治活動を続け、旧サッタームフセイン政権の弾圧にさらされながら、 クルド民族主義運動を率いてきた英雄の一人、毛沢東先手をクルド語に訳したこともある。1933年、イラク北部スレーマニア県の中流家庭に生まれる。青年時代から政治活動をはじめ、バグダード大学法学部の学生時代、仲間とクルド学生同盟を結成。クルド民族運動の本流であるクルド民主党に加わり、 1951年には中央委員に選ばれている。イラク軍での軍役経験も持つ一方、1961年、クルド民主党原指導者であるマスウード・バルザーニーの父親で、クルド民主党創始者であるムッダー・ムスタファ・バルザーニーが指導した反政府放棄にも参加した。1975年、クルド民主党から離反し、シリアでクルド愛国同盟を設立。 政治、武装闘争の双方に連達したスタイルは、クルド政界の狐と言われ、クルド人からは、ジャラルオジと言われている。2005年クルド人初のイラク大統領に就任。2007年2月25日、病を得て、ヨルダンのキング・フセイン病院に緊急搬送された。イラク当局は過労によるものと発表している。2017年10月3日、ドイツ・ベルリンで死去。 83歳ボーツ。死刑廃止論者でもあった。イラクタラバに前大統領死去クルド民族自決に、尽力。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ171004スラッシュ wr1710040003-n1 ドット html2017 年10月4日閲覧ありがとうございます。